地球の理論の証明のページ、博物誌は1749年から刊行されたフランスの百科事典である。ビュフォンの執筆の動機については、プリューシュ神父の自然の後継前後部八巻が1732年から1750年の間に刊行されて、公表を博したのを受けて執筆されたともされる。1749年に最初の三巻が刊行されると、 美しい図版を豊富に盛り込んだこと、文体も論文帳でなく、文学的な文体を用いたことで、学問の世界よりも社交界で評判を呼んだ。第1巻宣部の初釣りは2週間で売り切れたとされる。ビュフォンが没するまで、36巻が書き続けられ、没後、ラセペードが書き継いだ。一般と個別の自然史、法律陳列室の記述を含む15巻。 蝶類の自然史9巻、自然史ホイ7巻、鉱物の自然史5巻らセペードによる追加、ソンニーニによる自然史審判が全127巻で彩色版として刊行。ありがとうございます。